Beach。僕の想いを君は正面から受けてくれて、そしてストレートなボールが戻ってきて、君の気持ちが全て心に伝わってくる。今君と僕のストーリー始まった。
皆さんどうも。大変ご無沙汰しています。もうちょっと久しぶりすぎてね、何から話していいのかわからないぐらい本当にお久しぶりです。ステップアップでーす。はい。そう、あとあんま時間ないからね、いろいろなんかダラダラとやるのがスタイルでしたけれども。今日はね、時間ないんですよ。もうパパパッとね、どんどん進めてい、きたいと思います。イベントの一発目なのでですね。はい、そんな感じになっています。皆さん元気でしたか？元気でしたか？ね、僕はもう相変わらず、本当に、あの頃よりも元気に毎日過ごさせていただいています。本当にですね、この世界でね、辛い時に皆さんに助けていただいたからこそ、今があると。思っています。セカンドライフの世界で、まあ、ライブをするつもりは本当はなかったですけれども、やっぱりですね、たまには、皆さんに、今の自分の姿を見せて、そして、今、こういうことやってますという報告だけはさせていただきたいということと、そして、本当に、時間経ちましたけれども、変わらぬ感謝をですね、伝えに今日は来ました。ぜひ、一夜限りの復活をお楽しみいただきたいと思います。はい。もうちょっとやり方もわからなければですね、もうちょっと動きもね、難しいところがあるかもしれないんですけど、もう精一杯頑張りますんでよろしくお願いします。はい。今日はこの日のためにオリジナルメンバーヒロさん、そして、チョココさん、まっちゃん全員帰ってきてくれました。本当に初期のステップアップです。皆さんもですね、あの頃を思い出しながらですね、お楽しみいただこうかと思います。それじゃあ、あの頃を思い出す曲として最適なものって何やろうなって、まあ、考えてたんですけど、やっぱりね、これかなというのを思いつきましたんで、やらせていただきたいと思います。あとね、本当にね、久しぶりにこの、なんだろう、こういう SE とかね、うるさいな、間違えたな、これとか、拍手とかね、すいません、押し間違えちゃった、やっているんですけれども、もうどうしても今回久しぶりにこれだけやりたいっていうのがあったんですよ。SLTV のマドジェットシティさんがですね、いつも使ってるやつがあって、僕これをやりたくて昔自分で作ったんですけど、なかなか探してたんですけど見つからなかったんですよね。うん、あれヨーポンっていうやつだったからですね、ヨーなのかポンなのか、要はファイルを調べても出てこなかったんですわ。でもう今日無理かなと思ったんだけど、探したんですよ、検索してね。でね、思い出したんですよね、あの人確かね、昔モノマネしよったなと思ってですね、そう何やったっけなって思い出した時にね、そう、あれ岩尾っていう名前ね、覚えてます？あれで検索したらですね、出てきました。懐かしい。これ、よかった。見つかってて。うん。これね、本当に、これ聞くとなんかね、帰ってきたなっていう気がします。それじゃあですね、もう、あの頃を思い出す曲といえば、皆さん覚えてますかね？スピードラブ3部作行ってみたいと思います。ハイスピードラブ、ミディアムスピードラブ、そして、スロースピードラブ、3曲続けて聴いてください。I'm not afraid to die.
松五郎ゼネとバウアウ。
ずっと君を愛する、そして守り続けると、どんな時だって離さないよ、ずっとこれから どうもありがとうございます。本当に本当に懐かしいスピードラブ三部作一気に聴いていただきました。曲を覚えていただいた方も本当にありがとうございます。嬉しいです。いや、もう本当にもうダラダラと話したんですけど、今日は本当に時間がない。でもやりたい曲も結構限られているので、もうバシバシ進んでいきたいと思うんですけども、ね、長くやってたからいろんな曲、これもやっとかないかん、あれもやっとかないかんっていうので、まあちょっと先行しました。そういう中でですね、どうしてもねこれだけやっとかないといけない、っていうのがありますよね。変身するやつですよ。はい、あれをやらないとやっぱちょっとこれだけは必要かなと思ってですね、用意をしておったんですけれども、なんていうんですかね、まあ平和になりすぎてっていうのもあれですけど、戦う相手がですね、もういないってですね戦う相手がいないんですよね。もう大抵の悪の帝国はですね、もう滅ぼしてしまいましたんで、って考えたわけですよ。どうしようかなと。でね、思いつきました。今僕らが最も戦わないといけない敵ってなんだろうなって考えた時にね、おったおった、そうコローナがねおったなと思ってですね、はい、あれがね、これいい設定でね、目に見えないんですよ。だから今いるっていう、ね、設定でね、きっと戦えるんじゃないかと思うんで、とりあえず変身しましょう。さあ、久しぶりにこれうまくいくかな。大丈夫ですかね。あんまり時間ね、手短にね、手短にちょっと楽があったかなすいませんあれ、ハマってる、これ大丈夫かな。見えてこないですね。そのうち見えてくるかな。すいません、予測でやっちゃいました。じゃあ、あ、来たね。大丈夫、時間かけてやっていきましょう。はい。ということでですね、今日は、ステップアップ、コローナと戦いまーす。音楽戦隊、すっかり部屋ボケしているせいか段取りが全くわからないこの手いただく、当然敵もいないので出動する理由がない。それでもなんとかライブに出たいということで、今最も厄介な敵コローナという目には見えない敵と戦うという設定を覚えていたもちもち相変わらず賢いが、ただも
気持ちをどうやって戦う。6年経っても相変わらずノープランな戦いが今始まった。お久しぶり、音楽戦隊見えない敵との戦い。音楽、それは誰しもに許された楽しみ。今その音楽を守るために4人の戦士が立ち上がる。音楽戦隊ステップアップ。Whoa, whoa, whoa.
どうもありがとうございます。懐かしいですね。セカンドライフに入ってきた時にですね、まあ、何でもできるって聞いてたんで、いろんな人たちがいらっしゃる中で、やっぱ僕にしかできないことって何やろうって考えた時に、僕はやっぱその仮面ライダーとか、なんとか戦隊大好きだったんで、まあ、これを一度、まあ、何らかの形でやってみたいっていうのをですね、形にすることができた、本当にいい機会だったと思います。それがね、ステップアップの代名詞みたいになって、皆さんに知っていただけたのは本当に嬉しく思います。覚えていただいてありがとうございます。でですね、もう時間ないんで、もう時間ないしか言ってないんですけど、もうどんどんもうあと2曲ぐらいしか行きたいんですけど、ですね、次はですね、ここいなくなってから覚えた曲を次は皆さんと一緒に楽しみたいなと思います。これはもうリアルの世界で、一体となってやってる曲なんですけど、皆さんありがとうシリーズ覚えてます？スピードラブシリーズの、次にもう一個ありがとうシリーズっていうのがですねありました。このリアルSL の世界でありがとう3まで歌わせていただいておりました。そのありがとう3もですね、バージョンを重ねまして現在なんとですね、ありがとう7まであります。そうなんですよ、ありがとう7まであります。その中でみんなと皆さんと盛り上がれそうな曲、中からピックアップしたありがとう6という曲をですね、次は皆さんとお楽しみいただこうかと思います。最後に僕合図しますんで、ひたすらラブと叫んでいただく時間があります。ストレートラブでやったようにですね、とにかくラブ、英語のラブかひらがなカタカナでもいいです。ハートの記号でも何でも構いません。ぜひ一緒になって盛り上がっていただければと思います。それでは、SL 初披露になります。ありがとう6、聞いてください。
冬にね。雨の日も風の日も雪の日もどんな時も格好も振り返ればどんなメモリーにも君がいて僕がいてだからどんな時だって負けずに今日までやってこれたんだ。仲間や家族がいる前で僕なら永遠の愛を誓う。やっぱ君じゃないとって思えるから出会えてよかったよ。ありがとう。さあそれでは皆さん準備はいいですか。チャットでラブ、英語でもカタカナでも何でもいいです。もしくは記号のハートマークを僕の合図とともにチャット欄にぶち上げてください。それではいきますよ。さあどんどん上げて。ラブ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 愛が溢れてるよ。ラブ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 まだまだ。ラブ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 メラメラ行きましょう。ラブ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 もっともっと。ラブ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 愛が溢れてるよ。Love, love, 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 ありがとうございます。たくさんの、ラブコールありがとうございました。ステップアップのですねありがとうシリーズ第6弾、ありがとう6を聴いていただきました。この曲はもしかしたらセカンドライフでこういうことをしてなかったらですね思いつかなかった曲なのかもしれません。僕はもともとですねこの世界に来るまではそんなに面白くもない歌は自信あったんですけどね面白くないタイプの、ミュージシャンでした。ですけれどもここで直に上がってくるコメントで皆さんの叱咤激励をいただきながら、本当に鍛えられて今ではですね、私は今司会業なんかもですねやったりする時があるぐらいトークスキルを鍛えることができました。一度引退してからですね僕の、夢でもあった、まあ、音楽でお仕事をするという、夢を、形は変わりましたけれども、音楽講師をしながらそして演奏活動をしながらですね今は朝から晩まで歌音楽で日々を過ごさせていただいています。これも本当に皆さんのここで応援していただいた、5年間があったからだと思います。本当にありがとうございます。僕の夢は変わらずですね今のこの状態のまま30年後も歌い続けると今言い続けています。必ず、これは叶えたいと思っています。今日どのくらいの、ね、人が来てくれるのかなと不安だったんですけれどもこんなにたくさんの、お客様に来ていただいてそして僕のこと皆さん、このメンバーのことも覚えていただいて本当にありがとうございます。皆さんにですね今の近況を報告することができたので、自分も満足しています。今はここで演奏することももちろん、楽しかったんですけれどももう一度またリアルの世界に戻って今この同じ4人編成でステップアップというバンドが活動しています。今はですねそこで頑張ってますのでもう一度リアルの世界へ戻って、活動
続けていこうと思ってますので、ぜひ、どこかでまたお見かけしたときは声をかけていただければと思います。一夜限りとはいえですね、こうして皆さんと思い出が作れて、そして皆さんの、中にですね、今日いい思い出を作ることができたのであれば、僕も本当に嬉しく思います。機会を与えてくれました、ジャバラさん、ありがとうございます。そして、撮影、していただいておりますシンさんもありがとうございます。後でゆっくり見させていただきます。そしてですね、この演奏をするにあたって、なかなか6年というブランクは本当に難しかった、ここまでたどり着くことができたのも、僕にいろいろ助言をしてくれた、安全ピンさん、もう今ではですね、もう本当に、第一線で頑張っていらっしゃる安全ピンさん、ありがとうございます。そしてこの無茶ぶりにもですね、本当にいつもこの無茶ぶりに応えてくれるヒロさん、チョココさん、まっちゃん、本当に久しぶりやったけれどもありがとうございます。もう言いたいことは言い尽くしましたので、あとはですね、今最前線でやってるステップアップの新曲を聴いていただいて、しばしのお別れとなります。皆様がまたね、何かの機会で僕らを必要としてくれた、その時に必ず会いましょう。今こういう時代ですけれども、本当に僕も病気をしてここまで復活した人間なので思うんですけど、とにかく元気でいることだと思いますんで、皆さんも無理せず元気に毎日過ごしてください。それじゃあ最後の曲、ステップアップのネバーステップ聴いてください。今日本当にありがとうございました。小田さん、この後頑張ってね。今日は皆さんとの再会、本当にいい思い出になりました。ありがとうございます。また会う日までどうか元気でいてください。あと少し、もう少し粘っていこう。あと少し、もう少し、もがいてみた。僕らはいつから諦めるのが早くなったの。僕らはいつから物分かりが良くなったの。それがこんなに過去だとしても、僕らは限り未来は続いて
こんなんな未来だとしても、短い時間でしたけれども今日は本当にありがとうございました。それじゃあ最後に一言言わせてください。これからもステップアップとセカンドライフがますますステップアップします。